牛久市、コミュニティバス、カッパ号牛久市、コミュニティバスとは、日本茨城県の牛久市で運行されている、コミュニティバスである。愛称は、カッパ号。この愛称は、公募による、交通空白地域解消などの目的で2003年7月1日から、試験運行され、2005年4月1日から、本格運行に切り替わっている。開始当初は、市内のほぼ全域に、路線網を持ちカッパのイラストが施された5台の専用マイクロバスを使用し毎日運行していたが、2005年7月1日以降は一部の運行系統を除き、定められた曜日のみの運行となっている。茨城県牛久市は、区域の西部に鉄道が通る市であるが、地域の大半は道路交通のみで、市内にバス路線を走らせていた茨城観光自動車の2001年の撤退で、路線バス網の縮小が加速する。もっとも市内の車社会化の進展によるバス乗客減少、農村部における乗車率の低さがあり、民営でバス事業を行うと採算性が見込めない地区が多い。また道路が狭く一般路線バス車両が入れない住宅地もある。もともと路線バスがない地区や路線が廃止された地区住民のうち自動車を運転できない、運転しない人々は、病院通いや買い物など、日常の外出に困ることから、循環バス運行の要望があり2003年度に、市の事業として、試験運行を開始した。関東鉄道に運行を委託し、赤字分を市の予算で補う。開始時は、市内ほぼ全地域を、各系統、各2から3便が毎日運行した。2度目の改定を行い3回目の運行体制となった2005年7月1日からは、牛久市総合福祉センター巡回バスを代替する目的もあり、運行系統が差別化され、小坂団地ルートと運動公園ルートを改定し増便する代わりに、その他の系統すべてを曜日運行とした。同時に、牛久市立奥の小学校スクールバスも一部同じ車両、運転士が受け持っている。近隣他市のそれと同様開始当初から一般路線バスとは連携せず独自の路線網を設定し一部を除く集落、新興住宅地と鉄道駅あるいは公共施設を結ぶ。現在の運行体制になる前はすべての運行系統が市役所まで乗り換えなしで行くことができた。2006年8月1日には3回目の改定が行われ2つの路線をまたがる総合福祉センターへの一部、乗り入れや牛久駅、西口系統の東口延長、小川羽泉記念館近くなど一部廃止区間の再開などの利便性向上策同時に奥原ルート、桂ルート、刈谷ルート、つつじヶ丘ルートは減便となる。2008年4月1日には4回目の改定が行われ奥原ルート、桂ルート、常陸野ルート、猪子ルートの廃止と全便が毎日運行になる。2020年10月1日の改定により常陸野牛久駅周辺の公園やスーパー、医療施設などを結ぶ常陸野牛久ルートが増設された。方向は平日夕に運転。2013年4月1日運行開始。平日朝夕運転。2013年4月1日運行開始。方向が右回り、方向が左回り。下記は2006年7月31日までの運行系統である。現在の運行体制になる前は、進行方向によって系統番号が異なっていた。系統1と2は系統3に乗り換えできる。なお、年末年始は全便運休である。運賃は1回の乗車につき、通勤ルートは170円、それ以外は100円である。市役所や生涯学習センター利用よりも買い物、その他での利用が多い。小学校、中学校の夏休み期間中の運動公園ルートは運動公園プールを利用する子供の利用がある。牛久自然観察の森へもカッパ号が唯一の手段であることから利用される。沿線には小川羽泉、スミース園の牛久沼藩の集落や斜塔神谷といった観光名所があるが、牛久沼藩に関しては、市が観光での利用促進 PR をせず、現在日曜日に立ち寄る運行系統がないことから、観光ではほとんど利用されず、一方斜塔神谷は、牛久駅から近いため駅からは、歩く人がほとんどである。カッパ号のバス停運行を担当する、関東鉄道つくば中央営業所の所属であり、毎日国道408号線を経由して、牛久市との間を回送している。現在の運行体制になるまでは、車両整備、点検のため、一部の日に通常の車両でなく、一般路線バス車両で代用することがあった。その場合も、路線経路に変更はなく、刈谷ルートは、比較的狭隘な道路が少ないとはいえ、大きなバスが、住宅地内の生活道路など普段通りバス停を経由した。ありがとうございます。